んなに言わないで内緒で結婚してるの。ね、寂しいリンゴ悪かったよ。そういうつもりじゃないよ別に、ね、家族なのに、うん、家族お兄ちゃん、家族って重いな随分な。ね、言ってほしかったね、うんうんうん、言ったらみんなが喋ると思ったら日村さん内緒にしてた。まあそうなんですよ別に言いません、ね、星野、はい、やどあった結婚したよ、おめでとうございます。なんかで言ってたじゃん、写真集の中で、そうそう、姫さん結婚しましたねって言われて、うん、そう、写真集渡した時に何も言ってくれなかったんでちょっと悲しかったです、うん、ね、そう、いや言えないのよ、だから言えないのよそれは、うん、分かってよ、うん、ね、俺も全然聞いてなくて言ったろ一月半ぐらい前に言ったろ